入れたつもりないんだけど、今の勝手に入ってきたんじゃないのっていう。はい、おはようございます。元バンディット 400V です。5月5日土曜日、子供の日、7時46分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。ゴールデンウィーク後半、3日目ですね。ニュースでは今日が下りっていうんですかね、道路も電車、それから飛行機も、まあ、ピークみたいですね。で、混雑するんですけども、別にスキーでその混雑のところに皆さん行ってるわけじゃないですよね。連続した休暇がですね、まあ、こんな時しか取れない、まあ、お正月とかですね。なんで、まあ、遠くに旅行とか、遊びに行こうとすると、まあ、こういう時しか行けないんで、仕方なく行ってるんで、人が集まって渋滞するとだと思います。それとよく分かんないのが、混雑した時って、自分自身もその混雑 の要因の一つだというのを理解していなくて、とにかく文句を言う人いるんですけども、おかしいですよね。あなたと同じような人がいっぱいいるから混雑してるんですよと。しょうがないねっていうことで、もう我慢するしかないんですよね。文句言っても、しょうがないですよね。というゴールデンウィークとか混雑の話は、これぐらいにして、今日のお話は潔癖症お話です。私は潔癖症じゃないですよ。というか、潔癖症の定義からまず本当はしなきゃいけないんでしょうけども、なんだろう、綺麗好きとはちょっと違いますよね。なんだろう、そのもう汚いものとかを極端に嫌うという性格の人ですよね、一般的に言われてるのは。ただ、なんだろう、それって本当に徹底できますかっていう、よく言われるのが、電車のつり革に持てないと、要は誰が触ったかわからないんで、触れないと。同じようにシートも座れないと、いうようなことを聞くんですけども、まあまあそれはじゃあそうすればいいでしょうと。で、じゃあ外で食事したときに、その材料とか皿とか怖いよねと。外で食事できないよね。あ、まあうちで食べるからいいですよと。宴会とかなんかそういうパーティーとかそういう時はどうするんですかと。潔癖症なんで出された料理食べません、飲みませんというのかなと。水はペットボトルで買いますって言うけども、それって本当に汚れてないんですかと。自分でチェックするようなことできるんですかね。でそこは信じますよね。
多分その人は言い訳じゃないですけども、いや水はきれいに決まってんだろう、でもそれって分かんないですよね、うん、だからそれ潔癖症の人って本当にこの自分の信念を守って生活しようとするとかなり大変ですよね。というかその何だろう、一人で世の中生きられないんで、どっかで妥協するかもしれないし、貫き続けるのは大変だと思いますよと、いうふうに感じてますというお話でした。今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。